阪神一軍対外試合に川原陸抜擢岡田監督、コーチも決めたみたい。16日からの第4クールからは対外試合がスタート。17日楽天戦、18日の広島戦のいずれかの練習試合に育成の川原を登板させることを明かした。育成枠だけど、この前もすごくいいものを見せてもらった。あれを見てピッチングコーチも決めたみたい。都紅白戦で無失点の好投を見せた左腕を抜擢。今後は実戦で戦力を見極めていく。川原陸が楽しみ。秋季キャンプでも褒められてたし、チャンスもらえたらいいな思ってたからめっちゃ嬉しい。どこのリーグも若手の左は注目されますね。陸くん、ほんとよかった。このまま支配下勝ち取ろう。ケインと川原は支配下昇格試験か。川原そんな会えんか。キャンプ序盤はリアル事情で情報一切追えなかったんよ。福島はまだわからんが、川原は支配下復帰ありそう。川原の支配下来そうだな。まさにタケノコのように左腕が生えてくる阪神。大竹、トビーズリーが仮に開幕間に合わないようだったら、門別とともに貴重な先発要員になるかも。元大阪桐蔭打線で根尾や藤原を切り切り前させた能力から考えたら不思議ではない。独自の同級生の子だね。良いね、二人とも下から這い上がってきたね。本人もラストチャンスくらいの覚悟を持っているので、結果を出してまずは支配下へ。川原陸くんが一軍抜擢、入団時から期待している投手、タイガースの最強投手陣の輪に入ってほしいね。川原陸がどんでんから高評価なのね。マータエグサ人気の魔改造によって左投手が覚醒してしまうのか。川原陸はチランマに育成契約になってた。高橋遥人とどちらが先に支配下に戻るだろうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。